皆さんこんにちは、ほぼ毎週の王です。昨日は政治界の役職について勉強しました。忘れました。まあ確かにあまり使わないかもしれないですけれども、まあ一応復習しましょうね。じゃあね、日本語言いますから中国語言ってください。首相、大統領、主席、はい、合ってますか？あんまり自信ない方はですね、こちらをクリックするか、下の説明欄にねリンクを貼っておきます。ぜひもう一度見てください。はい、それでは今日の内容に入ります。今日はですね、あの映画の公開日ですね。あの映画って何の映画かというと、テルマエロマエ2ですね。はい、この映画は何の映画かというと、日本の、このお風呂文化について語る映画なんですね。古代ローマから日本に来たりまた戻ったりとか、まあ、そういう映画なんですけれども、そのお風呂はですね、中国語で何て言うのか教えます。お風呂よりはお風呂に入るという動きがね、中国語に訳すと洗澡と言います。洗澡、洗澡、洗澡。で、実は中国であまりね、お風呂には入らないんですよ。お風呂入らないんじゃなくて、その浴槽には入らないんですね。はい、だいたいシャワーで済むんですけれども、シャワーするを中国語で言うと淋浴と言います。淋浴、淋浴、はい、淋浴。で、ちっちゃい頃はあまりね、家狭いからこのシャワーとかお風呂場がないんですけれども、みんな銭湯に行くんですね。日本と同じ銭湯に行くんですけれども、銭湯は中国語で澡堂と言います。澡堂、澡堂、澡堂、はい、澡堂ですね。で、今は銭湯はね、大都市、都会だとあまり見えなくて、で、代わりにもっと高級なところはいっぱい出てくるんですけれども、もっと高級なところは、例えば、洗浴中心と言います。洗浴中心ですね。お風呂センター、お風呂センター、まあそのまま訳すとね、お風呂センターになっちゃうんですけれども、ですね、まあやらしいところは多いかもしれないですね。はい、日本はいくらでしょうね。あんまり入ったことないんですけれども、温泉だと700円ぐらいですかね。500円、700円ぐらいですかね。中国はどうだろうね、50元、60元かな。随分値上がりしたんですけれども、多分50元、60元あればね、普通の銭湯かその洗浴中心には行けるはずです。今日はですね、そのテルマエロマエ2に関連するお風呂の話ね、ちょっとしました。じゃあまた明日ね、見てください。バイバイ。